はいどうもこんにちは。この動画では筋肉を使わずともテキストをコッパみじんのみじんこちゃんにしていく方法をご紹介していきます。恥ずかしい文字を入力してしまった時にはいっそのことコッパみじんにしてあげると恥ずかしさを通り越して爽快感すら覚えるのでぜひとも真似してみてください。それでは早速本編を見ていきましょう。アクション。今回は映像の中に文字をついでに表示させておりますので、こんな感じで適当に私の机を撮影した映像を挿入しております。コマンド T でテキストツールに切り替わりますので、ここで消したくなるような文字を書いていきましょう。消したくなる文字といえばナゲットをナゲットですね。こういう親父ギャグは恥ずかしいのでなかったことにするべく消していきましょう。文字のパネルでサイズとかフォントを変更できますので、真ん中のおのところだけを小さくしておきます。まずは文字を登場させるアニメーションを加えていきましょう。エフェクト&プリセットからアニメーションプリセット、そしてテキストの中にあるアニメートインというのを開くことで、すでにテキストを登場させる動きがいろいろと準備されております。試しにフェードアップ文字をテキストを登場させたいタイミングで適用すると、そこを起点としてテキストが出現します。この動きはもちろん編集可能なので、例えば開いてみてからコードの中にある順序をランダム化というのをオンにしておきます。するとテキストがランダムに登場するようになりました。キーフレームの間隔を狭くしてさっさと登場させます。そうしたらいよいよこのテキストをコッパみじんのみじんこちゃんにしていきましょう。このテキストレイヤーはコマンド D で複製しておいてから上のレイヤーに対して CC パーティクルシステムズ2というのを適用します。するとナゲットに黄色い油が飛び散ります。ここでパーティクルを広げていきたいのでまたエフェクトから今度は CC コンポジットというのを適用していきましょう。この CC コンポジットをさっきのパーティクルシステムズ2の上に配置していくことで油が机の上に飛び散るようになります。さすがにそれは嫌なので次はパーティクルが上に向かって粉々になるようにしていきましょう。まずバースレートでパーティクルの量を変更できますのでこれを30くらいにして黄色い汁をいっぱい出しておきます。そうしたらお次はプロデューサーのところを開いておいてラディウス X を 1.0 にしておいて横幅を狭くしてからラディウス Y を20くらいに上げて縦に長くするイメージで設定します。次はフィジックスで物理的な動きを決めていきますがアニメーションをディレクションに変更しておきます。黄色い汁が止まらずもはや文字は見えません。吹き出す速度が速いということで速度のベロシティの数値を10分の1くらいに小さくしていきます。ようやく広がりが収まりました。とはいえ汁が下に向かって噴射しておりますのでグラビティのところで重力を 0.1 くらいに設定していきましょう。これでようやく上に向かって吹き出すようになりました。これはまさにブロッケンマンのベルリンの赤い雨を食らったかのようです。その他にエクストラの数値を上げることで上だけではなく少し広がりを見せることができます。そうしたら今度はパーティクルを開いておいてからパーティクルの色を白に変更していきましょう。テキストと同じ色です。この状態で上にあるソースアルファインヘリテンスのチェックを入れることで適用したレイヤーのアルファ部分、つまり透明な箇所を考慮しますのでテキストの上にだけパーティクルが吹き出すようになります。ナゲットが飛び散っています。この状態で上にあるプロデューサーのポジションを動かすことでテキストから白い物体がスプラッシュするわけですね。そうしたら早速テキストを消しされたい箇所でポジションの位置を合わせていきます。そしてポジションのストップウォッチを押してキーフレームを入れておいたらまた何フレームか進めておいてからポジションの X 軸を右に行くように動かしていきます。すると小麦粉のような粉が舞い上がる幻想的な映像が出来上がりました。とはいえこのままだと恥ずかしい文字から粉が飛び散るだけの恥ずかパウダー状態なので下の文字を消し去っていきます。エフェクトから下のテキストにトランジションのリニアワイプを適用します。これを使用することでテキストを横から順番に消し去ることができます。そこで粉が噴出する最初のキーフレームのところで変換終了のところにチェックを入れておいてから最後に粉が横切ったところで変換終了の数値を最後の文字が通過するあたりまで上げていきます。すると粉と同じタイミングでテキストが消え去っていきますね。このままだとナゲットがぶった切られておりますので境界のぼかしの数値を上げておいてふんわり柔らかな優しい仕上げにしていきましょう。さあこれで恥ずかしいメッセージが出現してもコッパみじんのみじんこちゃんよ。そしたら続いてはこの文字を机の上に浮かべていきたいと思います。ということでこのテキストのセットをコマンドシフト C でプリコンポーズしていきます。この時全ての属性を新規コンポジションに移動させて今作ったやつを全てまとめていきたいのですがこのままだとポジションの長さ分だけ新しくコンポジションができてしまいますので選択したレイヤーの長さに合わせてなんとかというのにチェックを入れておいてからプリコンポーズをしていきましょう。これでひとまとまりです。そうしたら今度はトラッカーのところを開いておいてから 3D カメラというのをクリックします。
これをすることで映像内の空間を分析してくれて、その空間内にテキストを浮かべていくことができるようになります。分析が終わると画面の中にたくさんカラフルな手裏剣みたいなのが出てきます。ここで手裏剣に対してコマンドキーを押していきながら3つクリックしていくことで映像内の特定のポイントに合わせてトラッキングをしていくことができますが、トラッキングに関して精度を高める方法はまた別の動画でお話しします。今回は簡単なバージョンです。単純にここでカメラを作成というのを押すことで 3D トラッカーカメラという新たなレイヤーが召喚されます。 3D ということなのでテキストのレイヤーに対して 3D のチェックを入れるとカメラの動きを考慮して空間の上にテキストがちゃんと配置されるようになりました。あとは1の X 軸、Y 軸、Z 軸の3つを映像の配置したい箇所まで持っていけば OK というわけです。他に机の上に浮かんでいる感を出すためには、これをコマンDで複製しておいてから、スケールを開いておき、縦横比率のチェックを外しておきます。Y 軸だけをマイナス方向に動かすことで、テキストが上下反転するようになります。あとはここにブラー合成なんかを適用してみましょう。ブラーレイヤーのところを映像クリップに指定しておくことで、映像を考慮してブラーを適用することができたりします。ブラーの数値は適当に上げていくといいかもしれません。という具合で工夫をすることでテキストをコッパミシンのミジンコちゃんにして映像の中に入れ込むことができますので、ぜひとも工夫しながら歌詞動画やメッセージ動画を作ってみると良いのではないでしょうか。それではここまで見てくださり本当にありがとうございます。スキルを身につけ新たな世界へ挑戦するヒーローとなれ。いつか会える日を。